防護巡洋艦、防護巡洋艦、防護巡洋艦は19世紀後半から20世紀初頭にかけて存在した巡洋艦の形式である。装甲艦や戦艦、装甲巡洋艦が原則に鋼鉄の装甲を張って防御としていたのに対し、敷室の上の艦舶を装甲板を走行し、これを防護艦板という原則には走行を持たない比較的軽防御の巡洋艦を言う。 チリ海軍がイギリスのアームストロング造船所に発注した巡洋艦エスメラルダ1884年春工が世界最初の防護巡洋艦といわれる同艦は1895年に日本海軍が購入し二等巡洋艦泉となった大型の装甲巡洋艦1隻の費用で小型高速の防護巡洋艦3隻が建造できるとされ 各国が競って装備した。しかし、実戦において防御力の不足が明らかになったこともあり、やがて廃れた。装甲巡洋艦が巡洋戦艦に進化し、戦艦が全土球艦から土球艦に移っていったのと同様に、防護巡洋艦も技術や環境の変化につれて、軽巡洋艦、さらには重巡洋艦へと変化していった。これを受けて、 成功技術の進歩を背景として、防護巡洋艦の内大型の艦では、再び垂直防御の導入が図られた。これが、装甲巡洋艦であり、その端緒とされるのが、フランス海軍が1890年に巡航させた、デュピュリドロームであった。アメリカ合衆国海軍は1883年の艦隊法の成立をもって、近代海軍への脱皮を開始する。これを、 ニューネイビーというが、まず建造されたのが、1884年から順次、竣工したアトランタ、ボストン、シカゴの通称 ABC 巡洋艦と、それに続く防護巡洋艦群である。その後防護巡洋艦は、1888年に完成したニューアーク C-1、チャールストン C-2 から1904年のチャールストン。 C-222 代目まで輸入艦のため C 番号が付されなかった2隻を含め全部で27隻が装備された。防護巡洋艦という類別は1920年の分類変更によって消滅し、その時点で残存していた防護巡洋艦は一部は重巡洋艦 CA に大多数は軽巡洋艦 CL に再分類された。 イギリス海軍は1880年代の終わりに巡洋艦を一等、二等、三等に区分し、1905年にかけて通称保護のため大量の建造を行ったが、その大半は原則走行を持たない防護巡洋艦であった。一等防護巡洋艦は走行巡洋艦に匹敵する大きさと武装を持ち、1880年代後半から一等。 装甲巡洋艦に代わるものとして建造された。二等防護巡洋艦は、排水量3000から5500トンで、通称保護と艦隊における、偵察任務に従事した。三等巡洋艦は、さらに小さくて、再開いており、通称保護、偵察あるいは魚雷攻撃を任務とした。19世紀末期に導入されたクルップ港により、一頭巡洋艦でも、 効率的な走行が実現できるようになり、そのため大型の一等防護巡洋艦は1898年以後建造されなくなった。より小型のクラスでは1905年まで防護巡洋艦の建造が続いたが、1910年頃には原則走行を装備したタービン推進の軽巡洋艦に移行した。オーストリア・ハンガリー帝国は7隻の防護巡洋艦を整備した。 これらはすべて国産で建造された。オスマン帝国では海軍の近代化と周辺国の巡洋艦への対処のため20世紀に入ってからイギリス製のハミディエとアメリカ合衆国製のメジディエというよく似た二隻の防護巡洋艦を整備した。それまでオスマン帝国海軍は非防護巡洋艦の獲得に失敗し二隻の水雷巡洋艦を保有するだけだったのである。 さらに、もう一席をイタリアに発注していたが、井戸戦争のため、イタリア海軍に挑発された。両艦は、バルカン戦争や第一次世界大戦で活発に、作戦行動に従事した。しかし、速力が劣ることが災いし、追撃される場面ではしばしばタービン巡洋艦、ミディッリの足を引っ張ることにな。メジディエは、対戦中に、敵の伏設した嫌いに触れ、 沈没を余儀なくされた。その後、メジリエは引き上げられ、ロシア帝国の国会艦隊へ編入された。1918年には、ドイツ帝国の手を通じて、オスマン帝国へ返還された。第一次世界大戦の敗戦後、帝国は崩壊したが、二隻の防護巡洋艦はどちらも健在であった。トルコ海軍に編入された領艦は、 第二次世界大戦後まで現役を務めた。新では近代海軍の創設とともに、イギリスやドイツに発注し、防護巡洋艦の整備を行ったが、日清戦争でその勢力は大きくそがれた。二隻の防護巡洋艦は日本軍に接収されている。しかし、建造中の艦が日清戦争以後日本国に開港されて、戦力の低下は防がれた。 デンマーク海軍は4隻の防護巡洋艦を整備した。これらはすべて国産で建造された。ドイツ帝国海軍では大小の防護巡洋艦を整備した。正式には、それらは大型巡洋艦と小型巡洋艦に分類された。しかし、防御力が不十分であったために、大型のものはやがてタで装甲巡洋艦が大型巡洋艦の主力を形成するようになった。 日本海軍は、清との関係が緊張するに伴い、新国海軍の巨艦、鎮園と庭園に対抗するため、戦艦、富士その他の主力艦の装備を急いだが、予算成立の遅れ等により日清戦争に間に合わなか当時の日本艦隊の主力は巨峰を備えた三景艦、すなわち、松島、五福島、橋立や最新型の、 吉野も含めて全て防護巡洋艦であったが、海軍はアームストロング式の速射砲を多数配し、結果として公海回線などでは有速な艦隊運動と速射砲の威力で勝利を収めることができた。ただし、深刻艦の巨砲が命中した場合の被害は甚大であり、日本海軍は戦後日露戦争に向けて戦艦と装甲巡洋艦の装備を進めることになる。 日本の防護巡洋艦は、明治16年、1883年度計画の、何和型から明治40年、1907年、土計画の、畜馬型まで22隻に及ぶ、他に、新国からの戦利艦2隻。その後しばらく巡洋艦の建造は途絶え、大正4年、1915年度計画の、天竜型からは、原則走行を重視した、軽巡洋艦に移行した。 日本海軍では防護巡洋艦は正式には二等巡洋艦に分類されていた。フランス海軍は1881年にイギリス海軍が防護巡洋艦エスメラルダを寄港する情報をつかみ、1年後に名造戦士艦エミール・ベルタンの設計による防護巡洋艦スファクスを建造して対抗した。当初は長期間行動可能な大型なものを 艦隊巡洋艦と呼称し、それ以外の小型のものを二等、三等と区別したが、後に、機関技術の発達で、小型のものでも艦隊行動が可能となり、区別が曖昧となったため、艦隊巡洋艦は一等巡洋艦に呼称が改められた。この頃のフランス海軍では、艦隊の偵察任務だけでなく、通称破壊船にも使用できる、大型、中型の艦型を重視していた。 技術面では高性能機関の開発、採用、区画再分層、下による浸水極限設計の開発などで旧来の設計に見切りをつけて近代巡洋艦の基礎をこの時に構築した。さらに防御様式の理論を発展させた結果、原則にも防御を持たせる走行巡洋艦をため、1897年に防護巡洋艦の建造を終了し、以降は、 装甲巡洋艦の整備に邁進した。ポーランドソビエト戦争の勝利で独立を確固たるものにしたポーランドであったが、1920年代になっても海軍の整備は遅れたままであった。早急に大型艦船を国内で調達することが難しかったことから、1922年にフランス海軍を除籍された防護巡洋艦。 ダントルカス島を中古で購入して配備することとした。ダントルカス島は1927年にクルルブ・ワディスワフ4世としてポーランド海軍に登録され、その後バウティクと名を改めた上で1930年4月1日付で正式に海軍へ配備された。ポーランド第二共和国海軍唯一の巡洋艦となったバウティクであったが、 第二次世界大戦の始まった1939年9月1日にドイツ空軍機による爆撃を受けた。その後はナチスドイツ軍によって接収されて倉庫として使用されたが1942年に解体された。ロシアでは防護巡洋艦は倉庫甲板巡,巡洋艦と呼ばれる。ロシア帝国における防護巡洋艦の整備は1880年代初頭から。 始まり、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、ドイツ帝国などから艦を購入するとともに、国内でも建造を行った。しかし、19世紀後半、ひたすら装甲巡洋艦、当時のでは、フリゲートか巡洋艦、後一等巡洋艦に分類されたの整備に、邁進したロシア帝国海軍では、防護巡洋艦に対する関心は、 あまり高くなく、いずれの艦級もあまり大量生産はされなかった。防護巡洋艦は、走行巡洋艦の廉価版としては期待できたし、非防御巡洋艦よりは、ましな防御力を持っていたが、走行巡洋艦のように艦隊の主力艦として、整備するには明らかに、能力不足であったためである。まず、ロシア最初の防護巡洋艦とされる艦は、建造当時はコルベットに類別された、 ビーチャシ級であった。しかし、同級の船体構造は、機関室を守る軽微な防御甲板を持っていた以外は、ほとんど旧来の非防御、スクリューコルベットのままで、本格的な防護巡洋艦と呼べるものではなかった。次に導入されたのは、フランス製のアドミラール・コルニーロフで、これはより本格的な防護巡洋艦となったが、同系艦は建造されず、以後10年にわたって、 防護巡洋艦の建造は途絶えた。1892年2月1日に、ロシア帝国海軍で新しい類別が採用されると、防護コルベットは、いわゆる装甲巡洋艦と合わせて一等巡洋艦に類別された。これに伴い、防護コルベットは一等防護巡洋艦と呼ばれるようになった。この時、二等巡洋艦には、非防御巡洋艦の多くが類別された。 1890年代になると、ロシアにおける防護巡洋艦を取り巻く環境は変化した。この頃にはすでに走行巡洋艦の補助として整備した第1、第2世代の非防御巡洋艦は完全に旧式化しており、加えて極東における多数の巡洋艦の需要にも応えなければならなかった。高価な走行巡洋艦を大量に送り込むのは不可能であったため、 比較的廉価に整備できる一等防護巡洋艦に白羽の矢が立った。この際、非防御の二等巡洋艦を代替するため、従来は存在しなかった二等防護巡洋艦も整備されることになった。次の防護巡洋艦が導入されたのは1898年で、フランスで建造されたスベトラーナが配備された。スベトラーナは当時の標準的な防護巡洋艦に選定され、 発展型のジアーナ級が量産されるに至った。ロシアにおける防護巡洋艦の前世紀に建造されたのが遠距離と呼ばれる一等防護巡洋艦と近距離偵察艦と呼ばれる二等防護巡洋艦である。国内工場で需要をまかないきれない分はフランス、ドイツ、アメリカ合衆国、デンマークへ発注を行った。遠距離偵察艦はて外注されアメリカ合衆国で バリアーグ、ドイツで、アスコーリトと、ボガトイーリが建造された。近距離偵察官は、ドイツ製の高速偵察官と、そのロシア国内生産型となる、ジェームチュク級、デンマーク製の、ボヤーリンが整備された。しかし、すぐに、問題は顕在化した。やはり防御力が不十分であり、加えて武装も貧弱であったのである。このことは、 とりわけ遠距離偵察官で問題視された。最も優れた設計と評価されたドイツ式のには、校舎だけでも改善するために 203mm 砲の搭載が検討されたが、ロシアの著名な帝都クラが揃って大口径砲の搭載を主張したにもかかわらず、大鼓が後継よりモンスーと後継の統一、それに射撃速度を重視する方針を譲らなかったため、 貧弱な 152mm 砲にマンじざるを得なかった。結局、ロシアの防護巡洋艦が搭載した砲は、日露戦争と第一次世界大戦で、射程と威力において明らかな能力不足を露呈した。第一の防御力に関する問題は、防護巡洋艦の本質的な問題であり、結局、ボガと E2 級はロシアで最後の防護巡洋艦となった。その後、 遠距離偵察艦の任務を代替する艦として整備されたのは走行巡洋艦のバヤーンであった。二等防護巡洋艦の代替は進まず、仮に第一次世界大戦が起こらなければ、ドイツ製の小型巡洋艦で代替されたはずであった。20世紀初頭の段階でこれ以外にも防護巡洋艦の整備計画はあったが、具体化する前に日露戦争の敗戦が起こり、 すべて白紙撤回された。1907年9月27日には、海軍艦船分類法が改正され、これまでの一等巡洋艦の内装甲巡洋艦は、装甲巡洋艦、防護巡洋艦は、巡洋艦に類別を改められた。1915年7月16日には、タービン機関を搭載しない、防護巡洋艦、装甲巡洋艦はすべて巡洋艦に類別を、 変更された。タービン機関を搭載する艦のうち、軽巡洋艦は巡洋艦、土球艦は戦列巡洋艦となった。しかし、軽巡洋艦や戦列巡洋艦は、帝政時代にはついに完成せず、ロシア革命に至るまで、防護巡洋艦は艦隊の偵察哨戒戦力の中核として、重要な位置を占めていた。また、第一次世界大戦中は、 高速の機雷不接艦としても重宝された。とりわけ、国会方面では他に、まともな巡洋艦がなかったため、事実上唯一の巡洋艦戦力として、ボガトイーリー級が重要な役割果たした。戦力としての期待があった、ジアーナ級と、ボガトイーリー級については、対戦中に、幾度か武装の近代化などの改修工事を受けている。ロシア内戦の後、 1920年代のうちに、アブローラ、ジアーナ級とパーミアチメールクーリア、ボガトイーリ級以外の防護巡洋艦はすべて解体された。両艦は練習艦として新しいソビエト連邦海軍の創設に貢献した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。